右京区は京都市を構成する11区の一つ。1931年佐賀町と梅津村、京国村など旧村が京都市に編入されたのに伴い設立。市内西北部に位置し、京北町合併後は京都市の区の中では最大の面積である。区南部は古くは都の皇族や区下の別荘が点在していたが、現在は主として住宅地になっている。 区西部や北部は山間地である。かつては山国里の木材が桂川を降り、下流の差が梅津などで陸揚げされて京の中心部へ運ばれた。山地河川区北部の京北は全域が丹波高原にあたる。旧京北町の町役場が置かれた集山と打つが主な盆地だが、その他は山地でこの盆地をつなぐように桂川が流れる。南部は 北方の山岳部を除いては、桂浦川に沿っており、ほぼ平坦である。京北は、編入前から、右京区と修山街道や桂浦川によって結ばれていた。現在の右京区がある地域の歴史は古く、かつてこの地には、山城の国府が置かれていたとも言われる。都来人の果たしもこの地方を拠点として活躍したと思われ、宇治寺として、広高寺を建立した。 旗たしと関係の深い漢武天皇が平安京を定めると、京中に寺の建立が禁止されていたために、現在の右京区域にも多くの寺社が立ち並んだ。佐賀天皇が佐賀離宮を建てたりするなど多くの貴族はこの地に馴染み、また嵐山に遊んだ。戦国時代以降より、桂川水運が盛んとなり、佐賀周辺に豪商が成長したが、その中で嵐山の豪商。 門倉領域が徳川幕府と結びつき、小津川ほか各地の河川の改策を行った。このためか、門倉家は大いに発展し、東南アジアにまで進出するに至る。鎖国以後も桂川水運の管理を任され、現在の南端市赤より、下流の桂川の重要な港には門倉役所が置かれた。桂川の水運は嵐山や梅津を土げ上場とし、 天神川を水路として、丹梅北からの品物を京都中に運んだ。右京区、京北地区の歴史としては、平安京造営の際に木材を建造した山国里が歴史上最初に現れる。これが元となって朝廷に縁を持ち、南北朝時代には黄金天皇が山国里に一時、上昇工事を開きこの地に葬られた。戦国時代には土豪宇津が、 当地に拡挙したが、明智光秀の攻撃を受けて滅んだ。この地に、修山城が築かれたという。江戸時代には、その部藩、篠山藩が支配したが、山国号は、金利御領となった。明治維新の際には、時代最行列で知られる山国隊が、当地の農民により編成され、官軍に参加し活躍した。移転前の右京区総合庁舎役所右京区役所は、 京福電鉄嵐山本線、うず広さひ駅前から、地下鉄東西線うず天神川駅併設の建物三佐右京に移転した。右京区の担当周配郵便局は以下の管轄となっている。商業路線バス有料道路国道。ありがとうございます。